お前らの知らないクロスボーンガンダムについて語るみんなの反応集。ではどうぞ。初めて見た、X12 のコアファイターをつけた X11。胸のダクトはゴーストの形なのか。そりゃまともに実機を調べられたのは X-ray ぐらいだろうしね。X2 は、そういや X2 もあったな。X2 は量産化する際に実機がなくなってたから現物がある X-ray をベースにしたとかそんな感じかね。当時の木星帝国にはクロスボーンガンダムを再現する技術はなかった。だから天草を作った。作る前にはゴーストの時には回収された予備機まるまるあったからそっち解析できてるでしょ。 X2 が木星にもたらした功績はものすごい。初めてのガンダムだよ。なんだかんだでザビーネさん木星帝国の発展のきっかけになったすぎる。 X2 のちゃんとした強化版とか後継機ないの？木星さんの X11、12、13がそうなんじゃないか。はは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 は。進化ツリー的には X2 の後継機と言えるぞ。ちゃんとしてるかは知らない。ピップス自体はクロスボーンガンダムでいた技術はあんまり導入されてないんじゃ。大型高出力のジェネレーター1積んで全身番長で可動式のスラスター採用。パイロットの腕前が全部の背面ガラ空きというのはだいぶ古い設計思想だし、クロボンの X スラスターを手足の変態移動に進化させたコルニグスをさらに強化したのがディップス。さらに手の状態は前総統を殺した X3 のアイフィールドハンドの強化版と言える。解説に、なぜ手に変形するかというと総統の頭がおかしいからようやくって書かれるディップス。手の形に意味あるのとは言うが最大加速した1000メートルのミノドライカロスを掴んで握りつぶしたり防御に優れるトプガスラ握りつぶすのは手ならではのインパクト。でもイカロスの特攻自体はだいぶビビったから参考にして鉄砲玉 MS ファントム作ったのよね。クロスボーンの再現開発といい木星は自分に脅威与えてきた相手をよくリスペクトする。どうも木星モビルスーツ発展の母です。バタラがお父さんで X2 がお母さんのイメージ。テンタクルスラスターあればミノドラ使えてしまう。その代わり一回使うと壊れるけどね。クロスボーン、ガンダム X11 ファータモガーナ、ボーゲル。この世に15部しか存在しなかったクロスボーンガンダムいいよね。トビ、カーキスさん。失明中年にどれだけ無茶させるの。やり残した宿題を終わらせただけだから、なお嫁に浮気を疑われる。もう引退は決めたから。でもこの後隣の人のいたずらで奥さんと全面戦争なんですよ。トビ、カーキスさんの受難はまだまだ続きそうだな。トビはあんなに可愛い品の嫁さんいるのに浮気したのか。奥さんも何回か再婚してるって噂だから、旦那と全然似てない子供二人も産んだらしいな。トビアは姫様のために死んだのに、その姫様はトビアの死後男遊びを覚えていろんな男を取っ替え引っ替えしてるんだから報われないよね。表向きの設定では木星戦役で海賊に殺されたと思いきや地球のサルメイカに保護されてたって設定なのに、気づいたら年齢不詳な地球かぶれで BXX な女帝に。コラとかじゃなくマジでこういうセリフあるの？フォント把握してない機体とかあるんか。ダストの途中で読むの止まってるからそろそろ追うか。あるよ。 X13 の製造に関わった交渉が勝手に X13 を製造販売してね、気づいて止めたが、それでもいくつか売り払った後でそれでなんとか一機は回収したが、まだ把握してないのが残ってる。その時に出たセリフがそれ。ある意味ガンダム外伝の現状のパロだよね。自分にも刺さってるやつ。回収できたの一つだけだから結構な数が流出してる可能性。6機しか作ってないからデータでは6機あったとされるん、後から増やし放題だな。これは海賊ボートドレッドヘアの落とし込み片付き。勝手に作られて売られてたってことはそれなりにコストダウン化は成功してるんだな。木星の財政が厳しいだけ。財政っていうか立地的に資材確保が厳しいのでは。帝国時代は人民への投資を絞って軍備拡大できてただけだ。勝手に作って売られた X13 のコピーのコピーのコピーとかで回ってそう。海賊ガンダムの海賊版かよ。
海賊版どんだけ重ねるんだ。なら海賊らしくいただいていく。クロスボーンガンダムは一機見つけたら1OO隠れてそう。気づいたら宇宙世紀を支配していそう。すでに自己増殖と自己進化は体現している。あとは自己再生だけ。そういやフリントはもう生産しないのかね。木星戦役で関与が疑われてるし売るに売れない。 X1 にランサー持たせるのいいよね。さらば伝説のガンダムだぞ。サイコガンダムこの時代にも一応は通用するんだなって。でかくてしかも強力なビーム出せるやつが通用しないわけがないし。でかいってだけで強いからな。ビームの出力が古い頃ので低いとしても周りの機体もそこまですごくないから同じ条件だし。ムラサメはサイコフレームとかイカリマルとか技術的なアップデートは行われてる。元が80年も前の機体とはAビームコートとかろくにされてなさそうな。ミキシング機じゃメガ粒子砲の直撃はヤバかろう。宇宙戦国時代はビーム出せるモビルスーツは貴重だからな。ゾックもビームがなければアムロに一撃でやられなかったろうし、実際噛み合えば強力なんだろう。何か言ってやれ、ガンダムに顔が似てるだけのバッタモン。バンダイ、いいガンダムです。でもファントムはガンダムじゃないんだ。クロスボーンから V ってどれくらいの年数経ってるんだ？V より後の機体でも V のが性能高いのか。技術衰退が起きてね。V の後世界全体が混乱期で、連邦政府や木星みたいな例外除いて技術の開発どころか継承も危ういとこが大半になった。ファントム参考にした DUSD 計画の機体なんかなら V よりは上かも。でも V2 には負ける。欲のある連中は前世紀の技術力を恥した高性能機体を温存している。整備や維持にもコストかかるから積極的に使えないのいいよね。ボズモとか地球圏のニーズを理解しつつちょっとした改造でビームシールドも使えるという高性能っぷり。その営業力というか開発力があるのになぜサーカスみたいなゲテモノを？あれはタカハに対して無茶振り要求したから。タカハのガス抜きで兵器開発させるかとなってめちゃくちゃ高いハードル設ければ超えられなくて挫折するだろってなってたら超えちゃった。サーカス機なんて所詮パラメーターの一部を尖らせただけのパイロット依存の強い欠陥機に過ぎんわ。ラロアなんてこれでいいって思ったの極致。それにザンスカールも掛け合わせて化け物作りました。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人はいければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。